札幌中央警察署は11日、北海道迷惑行為条例違反客引きの疑いで札幌市中央区に住む自称アルバイト従業員の22歳の男を逮捕しました。男は今年6月14日午後9時ごろ、札幌市中央区南6条西4丁目の歩道で客引きを取り締まり中だった女性警察官2人に対し、飲食店に勧誘する客引きをした疑いが持たれています。警察によりますと、男はホストクラブ案内しますけどどうですか、無料でなどと警察官に声をかけたということです。警察は現場周辺での取り締まりを継続するために、その場で現行犯逮捕はせず、防犯カメラの解析などから容疑者を特定して逮捕に至りました。調べに対し男は、客引きしていたのは間違いないと容疑を認めていて、警察は男の余罪が多数あるとみて捜査しています。